これはワードプレス、ピング送信、それとすべてのブログのピング送信、一回見直す。それでね、俺の今日言いたいことは、ちょっと普通ね、俺、例えば今日流れ言うと10個、15個とか30個とか、貼り付けて作ってね、今日11個作ったけども、朝9時起きて、5日ぐらいは続けてますわ、珍しく。これでまだやる予定やけども、一つ思うことは、ちょっとね、これ例えばね、この今の、例えば今朝9時起きて、4時間ぐらい作業してますわ、3時間半。ちょっとね、これ3時間半でよりね、作業時間がね、例えば3時間、この10倍やってもね、まだ1円も稼げません。4円、5円やな。だからその100倍やって30時間の100倍いうことは300時間か。え ?3000 時間か。よう言うでしょ。1万時間やったらお金入るって。俺もトンビトンビで3万時間以上やってますわ。10年間でね。ちょっと計算してみっか。月に5時間として、1日5時間として、切るからね。1ヶ月1500、1万5000時間、10年間で15万時間。えあとか。え ?5 時間で1500、3後15か。え ?5 時間で、頭こなってきた。待てよ、5時間で、10日で、50時間か。1ヶ月で150時間か。1050時間か。やっぱ3万時間ぐらいですよ、ようやって。それでも稼げない。だからあちこち飛んどるからね、この頃寄せ集めて頑張ってますわ。ちょっと普通の人は無理。例えばね、わし、FC2 でブログ15個作ったけどね。ほんで、アフリエイトリンクの貼り方わからんし、ピング送信のやり方も、ほんで分かってもね、それね、ピング送信やり方めんどくさいですよ、結局。やるのにも2、3時間、3時間、4時間くらいかかります。4、5時間。だから、この工程をこなしていって、稼いでるっていう人はもうすごい作業ですわ。だから、ふと思い出した。ある人がね、わしの話とか、あれやけに18億のマンションを持ってる人なんですわ。携帯アフリエイト2国始めて。長野前さん、調べてください。学校行った方がいいですよ。ある人も30万でアフリエイト詐欺言うて、みんな詐欺って言うんですわ。稼げない人は詐欺、本当は稼げんですよ。その人も100万以上稼いでます。ね、YouTube も1000人登録したし。俺も情報商材1万、3万5000で買いました。何言ったから。ワードプレスの管理画面。だから普通の人はちょっと無理。これも疲れてるでしょ。だからちょっとね、これね、そうそう。その人ね、長野前さんで1日12時間をね、3ヶ月したそうです。俺、夜沢君に言わせると1日16時間してもらったそうですわ。あの人、早く死ぬと思うわ。俺はね、明日にしようとかあるけど、あの人はね、すぐやるって決めてるんですわ。多分早く死ぬんですよ。女房36億円の遺産もらえるんですよ、死んだら。8億円のかけてます。知らないでしょ、その話。俺はそれを抜く。